おつやちゃんです。あとですね、今回はですね、クラン対戦の方の、まあ、練習戦、まあ、予備日ですね。予備日じゃない。その、まあ、練習日の方をやっていこうかなと思います。で、もう、あと3時間しかなくて、まだ1回も攻めてない。やばい。ということで、サドンですか？今、2v2 は多分人がいなくて、できなくて今、このクラシックチャレンジはもう行かれてる方がいるので、このサドンデスバトルですね。で、まあサドンデスはフリーズが強いってよく聞くんで、これでやろうかなと思います。で、まあサドンデス一番人気なのはバルフリかな。ランバーバルフリの、なんかもう一発で一気に落とすようなデッキが多分めちゃくちゃ強いんですよね。多分それが多いのかなと思います。で、まあなんでそれがもし来た時に勝てるこのスケラフリーズプラス、まあ他に何か来ても立ち回れるこちらのデッキでいこうかなと思います。マッチング早く、ふぅ。で、あれですね、髪まだ黒いんですけど、7月31かな、31に美容院行こうと思ってるんで、そう30に学校がおるんですよ、ちょうど。なんで、いや学校にさすがに金髪ではいけねえなってなってるんで、自分の中でさすがに金髪で学校は自分ではちょっと無理なんで、そうですね。なんで31日に上がる動画ではもう僕の金髪姿が見えるかなと思います。なんで、まあ楽しみにしていてください。ということで始まりましたね。はい。で、とりあえずウッド裂いて、おお、おいしい。あ、ジャイ、これでジャイってあんまいないですよ。知らないですけど、普段これ結構 2v2 とかで楽してやってるんで、ちょ、これあれですね、暇なんで逆攻めて。おー、ライティング、いやー待って、さてはこれフリーズしたら落ちるまで、よいしょ、落ちろ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 、いや、いいバルキリー強え。これで、いや、サドンデスって1個落としたら勝ちでしたっけ。あれ、ちょっと待って、ルールが分かんない、ルールが分かんない、サドンデスのルール忘れた。1個落としたら多分勝ちなんですよね、サドンデスは。これもハシマイプリンで、よいしょ、あー、はい、シャシャりました。これはシャシャりました。サドンデスって多分1個落としたら勝ちなんですよ。だからこれでスケルトンがあともう一発、はい、終わりです。よし、次いきます。よし、美味しいですね、これは美味しいです。めっちゃ回転早い。で、まあカードレベルが、まあ、まあまあですね、まあまあ今回でもライトニングにファイボにザップにあるんで、まあまあ悪くない感じですね。ということで次クラシックデッキバトルいきます。これはですね、なんかもうもともとデッキが準備されてるんですよね。もう決められたデッキを勝手に使わせられるんですよね。だからたまに自分が枯渇なんですよ。なんか普通によくあることなんですけど、相手がクロスボウのファイボウウッドファイスピみたいな、えみたいな、俺そんなの勝てるわけないやみたいなのもたまにあるんですよね。だから言ったら、まあ運ですね。はい、ということで僕はジャイを手に入れました。さあこれで相手は何デッキかなと。で、後ろから形を作ります。ああ、ジャイスパね、はいはい、こういうことです。こういうこと。これ決められたんですよ、デッキ。ずるいわー。ずるいわー。マジでずる。まあ、スパーキーやるからまだ許せますね。しかも相手ザップ使った。おいしょー。え、ずるい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 。吹き矢はずるい。でもこれ、マジかよ。いや、しかもさっきザップ使ったから、これが強い。倒せ。オッケー。これ悪くね？悪くね？これ。撃て。撃て。撃て。
やば、これはいいスパーキー、勝てそうっすね、これは。さては、はい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 。これはザップで、いや痛い痛い痛い、キアキアずるいわ。ね、まあまあまあ後ろから形作りですかね。これずるいっすよね、僕ジャイなのに相手ベッカでスパーキーいるからいいと思ったら相手ウィザードもいてザップって。でこれはジャイ捨てですね、一回後ろから形作って2周目ジャイ回してこのカウンターですかね。はいはいはい、相手はポイズン使ったんでウィザードが行きますよと。問題はあれなんですよ、エレキが。よし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 、やだやだやー、危ない危な、これジャイジャイジャイ欲しい、ジャイ欲しい。あーなるほどね、撃て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 、うん、まあ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 、いやー、いやしんどいな、いや言うて言うていい、まだこれ後ろからっすね、一回一回後ろからで、やばいやばい、これウィザードが捨て、ウィザードが捨て、このウィザードを捨てて、よしこれでもう取りいきます。このスパーキーにポイズンってくれたらめっちゃ嬉しい。いやこれううこれ、あーやだやだやだ、うーやばい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 、ふきゃ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 、どうなったんだよ。ちょ待って待って、でも今相手ザップ使った、いけ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 、ポイズン打ってこれ悪くね、きた、勝った勝った、これなんかガオくる、えちょっと、あーいじゃん、いやーよかった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 。そうクラン対戦なんで、なんか変に負けすぎちゃうと足引っ張っちゃう、それなんで、しかも僕とか結構クラロワやってる人が負けちゃうと良くないですね、クラン。ということでラストドラフトいきます。一回キャンセル、でも行く行く。これさてはあれですね、サドンデス行こう、サドンデス行くと OK、 これでいい、試合がすぐに終わる。しかもこっちには多分人がいそう、いそう、来い、やべ足のしびれが消えてきた、マッチングー、来た来た来た、やってきた、しかも日本人の方よろしくと。しかもキングが13と12、これは勝ちたい。よし、これ相手何も出してこん、あれえそんなことある、ペッカかーい、まあ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 、いやーこれやばいな、これやばい、このカウンターやばい、さあこれで相手はあっちの防衛に必死に、オッケー、ウッド2回、これ決まったろ、いやスケール打てばいい、よいしょ、いやこのチャレンジめちゃくちゃ楽、いやこのデッキ本当におすすめっす。なんか結局バルーンか重量級がやっぱ多いんで、重量級メタなんですよねこれ、いやグッドゲーム、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで無事クラン戦の予備日ですね、3戦3勝ということで、まあまあやってやりましたね。うん、どっから見るんや、うーんこれですね、クラン対戦、いやー気持ちいい。というわけでですね、無事3勝で終わりました。というわけでもうこれだけです、終わります。よければチャンネル登録お願いします。バイバイ。